はい、タンタンです。今日ご紹介するのはこちらですね。キワヤさんのこちらウクレレになりますけれども、モデル名が KTS の4ですね。キワヤブランドなんで、まあ元々は輸出を考えて企画されたモデルかなと思います。あんまり国内に出回ってる機種ではないと思いますね。で、まあ見ての通り、いわゆるマーチンのスタイル O のタイプですね。このシバンのエンドの形もそうですし、まあ、マホガニー、オールマホガニーのねボディでこういった形になっておりますので、非常にシンプルですけれども、まあ、昔ながらのね、人気のある方じゃないかなと思います。でこちらもね、日本製になってまして、単板のボディで非常に良くなります。で最初に言いますけど、こちらペグが UPT ですね。こちらのペグがついております。でちょっと行きましょう。非常にマホガニーらしい優しい音をしますね。そんな中でもこうカラッとした感じもあるというか、歯切れのいいところもありつつという感じで、非常に、いい出来のウクレレにはなってると思います。まあ、おそらく、企画的にはあんまり多分ですね、日本国内にまあ出回らなかったので、多くは多分作らなかったんじゃないかなと思いますけれども、今回はですね、こちらのモデル、いくつかご用意がございます。ご希望があれば、複数買いでも大丈夫な感じの、しかも実は値段をつけさせていただいております。なかなかこのね、日本製のマホの単板のこのスタイルのモデルがこの価格っていうのは、まあ今後もほぼないんじゃないかなと思いますので、この機会をお見逃しなくということですね。はい、非常にもちろん綺麗な作りになってまして、こちらの楽器に関しては特に、ちょい傷とかっていうことでもないですね、正直言って。特にそういった感じでもないので、本当にサラの新品としてお使いいただける1本、こちらの方をご用意いたしております。一応在庫、先ほど言いましたように複数ございますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。店頭では引き比べももちろんできますので、こちら、キワヤさんですね。キワヤの KTS の4ですね。こちらの方をご紹介いたしました。ぜひお早めのお問い合わせをお待ちしております。それではタンタンでした。